は国に。ビデオデッキもたまに使いたい。そんな時に、これ、RCA to HDMI 変換コンバーター。これを買ってみました。はい、開けていきますね。中身は、あ、こんなペラペラな、取扱説明書。日本語対応してます。で、本体と、給電用のケーブル。はい、これで中身は以上。で、本体はこんな感じ。めっちゃ軽くて、あ、大丈夫なんかな、これ。っていうぐらい軽いです。で、向かって右側に、HDMI の出力。で、向かって左側、赤白黄色の入力がついてます。で、上部に、電源用のポートと、720p、1080p、この切り替えがついてました。はい、もうたったこれだけのものなんで、機器を接続して、実際使えるかやってみたいと思います。で、結果は、ドーン。はい、一応、映るのは映ったんですけど、これわかりますかね？この基本のブルーの画面、これですらかなりドットが荒くて、あんまり綺麗とは言えません。はい、それでは、伊勢尾形さん、桃井香織さん。はい、このサイン入りの二人芝居。このビデオを、再生してみます。はい、この通り、一応ちゃんと映りました。ということで、一応使いはしたんですけど、じゃあこれ常用するかというと、はい、元々のビデオ、その性能からなのか、やっぱり今時のテレビとの相性、それが悪すぎるのか、ちょっと視聴には耐え難い。そんな結果にはなりました。ただこれで一応、確認したいビデオがあれば、大画面で再生はできるようになったんで、とりあえずこの製品、特に問題ないんじゃないかと思いました。で、お間違いないようにいただきたいのは、RCA to HDMI 変換コンバーターです。HDMI から RCA には変更できません。このあたりはお気をつけよう。ということでこれ、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。ではまた次回。